ね。あ、こっちもそう。あ、ニコ生も放送してたんですか。あらら、知らなかったです。ごめんなさい。すいません。ニコ生も放送始まってたんですか。すいませんでした。LINE ライブとですね、ニコ生は、知らないうちに、放送してました。ごめんなさい。気がつきませんでした。申し訳ありません。はい。おはようございます。タイさん、モーカさん、カズさん、ルルさん、トモさん、おはようございます。ハレリア。今日は、すごく涼しくていいです。涼しくてとてもいいですね。天気は、まあ、今のところは曇ってますが、そんな曇りではないですが、いい気候です。こういう感じですね。今日はですね、この公園で、こう、広さをちょっとこう見ましたね。ドローンができるかどうか今、考えてます。まあ、この辺でやるならドローンができるかもしれません。ちょっと木が多いので、木に引っかかってですね、墜落する可能性もあります。木に引っかかっちゃうと、大変なことになりますが、まあ、人がいないので、まあ、私のドローンはですね、おもちゃのドローンですから、まあ、許可なしでできます。と言っても、やっぱり住宅地は してはいけないし、人がいたらできません。人がいなければできるんではないかなと思います。おはようございます。おはようございます。ドローンは趣味ですか？ですね、こう、空中撮影して、まあ、なんて言うんでしょうかね。最初は録画しかできないかもしれませんが、将来的には、その空中撮影で、生放送したいなと思いますが、まあ、それができるかどうかは分かりませんが、どっちにしても操縦できなければできませんから、まず操縦を練習して、そして将来の、空中撮影を考えています。まあ、将来いろんなところで外配信したいと思いますが、その外配信の中で外配信の中で、まあ、空中撮影というのがですね、まあ、できるかどうか、一つの可能性ですね。今日はラジコンより難しいの。いや、ラジコンより簡単ですね。まあ、これもドローンもラジコンですね。これもラジコンですが、昔の飛行機のラジコンよりも簡単ですね。今日はね、ドローン持ってきてませんから、今日はできません。ヒットさん、ハレリア。ルアさん、アーメン。今日は8月31日ですね。8月31日、8月最後です。来週から、チャーチスクールが始まります。明日から9月、新しい月、新しい季節、新しい楽器、私たちは、リバイバルに向かっています。そしてイエス様の再臨に向かっています。私たちにはものすごく大きな希望があるんです。私たちは希望に満ちています。いろいろ災害、苦難はあるかもしれません。災害、苦難はありますけど、それを乗り越えて、私たちには素晴らしい希望があります。はい、ごめんなさい。
あ、公園はダメなんですか。公園でドローンはダメ。あ、じゃあしょうがないですね。まあ公園は人がいますからね、人がいない公園でできるかどうか。はい、それではですね、まあその学校に行きたくない、学校に行きたくない、死んでしまいたいという、子どもたちがたくさんいるのではないかと思います。昨日は、死んではいけません、死んではいけませんというタイトルで放送しました。私たちは、自分のことばっかり考えています。自分のことばかり考えています。しかしイエス様は言いました。イエス様は、隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。私たちは自分のことを考えるのではなく、隣の人のことを考える、隣人を考える、それがイエス様の教えです。私たちは、その私たちはですね、なかなか、他の人のことを、まあ、考える動機がありません。太郎さん、 DV の夫も自分のように愛さなくてはいけないのでしょうか。そうです、DV の夫も自分のように愛さなくてはなりません。特に夫は愛さなければいけません。特別に夫、妻、親、子供は特別に愛さなければならないでしょう。それで私たちはですね、私は今たくさんの子供たちが苦しんでいるということを思ったときに、学校のことだけではなく、病気で苦しんでいる人もたくさんいるだろう。地球には70億人います。70億人というと日本の人口の、まあ、およそ65倍、60倍ぐらい、日本の人口の60倍ぐらいの人口が世界にはあります。私たちはほとんどの世界の人々を知りません。でもきっと癌で苦しんでる人、末期癌で本当に苦しんでる人、寝れないほど苦しんでる人がたくさんいるということは想像つきます。また親に虐待されて、また他人に虐待されて苦しんでる人たちがたくさんいるということも想像つきます。夫に DV されてる妻がたくさんいることもわかります。アル中で苦しんでるたくさんの人たちがいることを知っています。飢えていて、特にアフリカですけど、飢えてる人たちがたくさんいるということも想像つきます。タイさん、マタイの 22-39a、 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。リナさん、おはようございます。キッドさん、おはようございます。カズさん、自分もクリスチャンになって虐待されている親を許すことができました。私たちはいろんなことを知って、世界にどれほどたくさんの人が苦しんでいるか、どれほど多くの人が泣いているかということがわかります。あやぽんさん、おはようございます。私たちは、直接そういう人たちに接触はできないし、
助けることはできませんが、でも祈ることはできます。私たちは、そういう人たちのために、祈ることができますし、祈らなければならないでしょう。私たちはイエス様を通して世界中の人を愛することができる。自分で直接できません。でもイエス様は全てのことをご存知で、全ての人の苦しみをご存知で、いやむしろイエス様こそそういう人たちを助けたいと思っていらっしゃる方です。でもイエス様は私たちに祈ってほしいのです。私たちが憐れみと愛を持ってほしいのです。イエス様はこう言われました。大事なことは誠実と憐れみだ。誠実と憐れみだとおっしゃいました。私たちが本当に大事にすることは何なのか。私たちは、考え方を変えなければなりません。私たちは何か利益とか、快楽とかいうものを求めていますが、そうではありません。私たちは誠実と憐れみを求める必要があります。誠実と憐れみ、それがイエス様の教えです。ですから苦しい人たちを考えるということは憐れみだということですね。私たちは、苦しんでいる人を対して、見過ごすということは憐れみがないということになります。私たちはニュースで世界中の事件、世界中の、問題が知ることができます。それは祈るためです。多くの人はただ単にニュースを見て嘆いているだけかもしれません。しかし私たちは、世界のニュースをそのネットを通してすぐに分かります。ネットを通して世界のニュースは分かりますが、それはただ嘆くためだけではなく祈るためにあるのではないでしょうか。リスナーの皆さん、これから皆さんが世界のニュースを見たときに祈ってください。何か自爆テロがあった、祈ってください。何か、事故があった、祈ってください。災害があった、祈ってください。私たちは、以前は人のことを考えないものでした。しかし今は私たちは信仰があります。そして、ネットでニュースも分かります。神様の御心はイエス・キリストを信じる者が世界のために取りなしをする、世界のために取りなしをする、そのために、ネットがあるのではないかと思います。ブランコに座る、はい、皆さん、私たちは、使命があります。私たちは罪によって、また悪魔によって苦しめられている人たちを、励まして助けるというそのような、使命があります。聖書にですね、こういう言葉があります。互いに重荷を担い合いなさい、互いに重荷を担い合う。愛し合うというのは私たちは互いに助け合う、互いに助け合う、励まし合う、
それがですね、次によって、自己中になり、他人は他人だ、自分は自分だ、人のことなんて構ってられない、人のことなんてもうね余裕がない。確かにですね、多くの人は自分自身が苦しんでますから、苦しんでる人は確かに他の人に、他の人を思う余裕はないでしょう。しかし、クリスチャンはですね、クリスチャンはイエス様によって、あ、飛び子さん、おはようございます。クリスチャンはですね、イエス様が重荷を負ってくれます。イエス様がおっしゃいました。重荷を負っているもの、疲れているもの、私のところに来なさい、そうすれば休みを得ます。イエスキリストを信じるということは、私たちは、重荷を、イエス様が重荷を負ってくれるということです。イエス様が重荷を負ってくれる。ですから私たちは重荷がなくなり、自由になり、楽になります。私たちはそれを体験しています。私たちはイエス様が重荷を負ってくれたことを体験しています。ですから私たちは、自由になりました。私たちは、自由になったのです。ですから私たちはその自由を今度は隣人のために使うべきです。兄弟姉妹の皆さん、多くの人は自分のことでアップアップしてますが、しかし、私たちは、イエス様によって重荷がなくなり、自由になり、今度は隣人のために、重荷を分かち合うことができるようになったんです。ですから、今苦しんでる人たちはぜひイエス様を信じて重荷を取ってもらってください。そして重荷が取ってもらった、兄弟姉妹は今度は隣人の重荷を、助けましょう。それが神様の御心です。神様の御心、それは私たちが愛し合うことです。私たちが愛し合うこと、それが神様の御心です。太郎さん、それはですね、私たちクリスチャンを通して、私たちが愛を示すためなんですね。飢えがあり、戦争があるのは人間の罪のゆえです。その罪に対してクリスチャンが、取りなしをしたり、また助けたりして、クリスチャンを通して、神様はクリスチャンを通して神の栄光を表そうとしています。クリスチャンを通して神の愛を表そうとしています。ですから、兄弟姉妹の皆さん、私たちは、用いられる必要があります。ヨハネの 15-12、 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。アメン。イエス様はクリスチャンでないとお助けにならないのですか。太郎さん、私たちは、助けてほしくない人を助けれるでしょうか。私たちは助けてという人を助けれるのではないでしょうか。イエス様もイエス様助けてという人を助けるんですね。イエス様は、相手の意思を尊重します。助けてほしい人を助けます。しかし、私たちの祈りでイエス様は、いろんな人を助けるでしょう。
太郎さん、上で苦しむ子どもたちは助けないのです。ね、いえ、そんなことありません。イエス様こそ飢えて苦しんでいる子どもたちを愛しています。私たちよりもはるかに憐れみがあり、苦しんでいる人を愛しているのはイエス様なんです。神様が無慈悲なのではありません。人間が無慈悲なんですね。人間が無慈悲なんです。ですから私たちはイエス様に見習って、イエス様に見習って、憐れみ深くならなければなりません。神様は憐れみ深く恵み深い。神様は憐れみ深く恵み深い。神様は私たちもイエス・キリストにあって神様のように憐れみ深くなること、神様のように憐れみ深くなること、これが神様の御心です。もし、チャリティーをやってる人が、ね、チャリティーはもちろん、信仰でやるならいいことですよ。でもチャリティーでやってる人が隣人をと喧嘩争いをしたり、隣人に対して憎しみがあったらばおかしいですよね。まず私たちは隣人を愛するべきです。隣人を愛するべきです。私たちは世界の人のために取りなしをしますが、しかしまず私たちは自分の家族や自分の友人や、まず自分の隣人、自分の接する人を自分のように愛しましょう。皆さん、私たちは悔い改めなければなりません。私たちは、自分の隣人を、と関わってきて愛がなかったことを知らなければなりません。私たちは、家族を単なる家族と思ってきて、家族に対して愛を示してないのではないでしょうか。友人に対して、学校で会社でまた近くにいる人たちに対して、私たちは愛を示してないのではないでしょうか。自分のしてほしいことをしてあげる、自分のしてほしいことをしてあげる、敵を愛する。皆さん、私たちは素晴らしい使命があるのです。隣人を自分のように愛するという使命です。私たちはそれができるのです。それを楽しみにしなければなりません。愛することを喜びにならなければなりません。リスナーの皆さん、私たちの人生というのは愛することなんです。愛することが人生なんです。愛することが人生なのです。愛さないならば人生ではないのです。愛さないならば生きる喜びを感じないのです。イエス・キリストにあって神の愛で人を愛するときに初めて人生であり、初めて生きる喜びがあるのです。皆さん理解してください。皆さん本当の人生を理解しましょう。私たちは素晴らしい人生があるのです。隣人を愛せる、神の愛で愛せる、そこに栄光が、神の栄光があり、そこに神様がおられるのです。シャンさん、おはようございます。なぜ神様が見えないんですか？なぜ神様が見えないんでしょうか？それは私たちが神の愛を表すためなんです。私たちが神の愛を表すときに、そこに神がおられるのです。私たちが神の愛を実践するために神は見ることができないのです。なぜならば、神の愛を実践するときに私たちは神を知ることができるからです。ですから兄弟姉妹の皆さん、リスナーの皆さん、私たちは素晴らしいチャンスを持っているのです。素晴らしい、チャンスがあります。それは素晴らしい、本当の生きる意味を実践できるということです。それは、イエス様にあって
隣人を、愛するということです。ですから皆さん、神の愛を求めてください。自分のことを考えるのではなく、他の人のことを考える、隣人のことを考える、そこに人間の素晴らしさがあるんです。太郎さん、隣人はたとえ DV 男でも猟奇殺人鬼でも愛さなくてはならないということがよくわかりました。アメン。カエルさん、セミも神を祝福してるってことですね。その通りです。このセミの鳴き声は、セミの賛美ですね。セミがセミを作ってくれた神に対して賛美しています。シャンさん、神様は私たちに神の愛を聖書で教えてくださいました。私たちに神の愛を聖書で教えてくださいました。アメン。それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて、ああ以前は自己中で人のことはどうでもよかったけれど、イエス様を信じて、他人のことを考えるようになった。他人の苦しみ、他人の悲しみ、他人の、辛い思いを考えるようになった証、イエス様を信じて、憐れみを持つようになった。隣人の重荷を考えるようになった証。スタートスタートスタート。ごまちゃん、会社、近所の人が困っていたら助けるようになった。アメン、アメン。カエルさん、神は理屈じゃなくて魂で感じるものです。アメン。モーカさん、神の愛を実践し、憐れみ深く、人を助けることが神の栄光を表すことだと分かってきました。もっとイエス様の愛に近づきたいです。アメン、アメン。シャンさん、イエス様を信じて、隣人の悪霊がなくなるように祈るようになりました。アメン。そうです。悪霊が出るように祈ることは愛です。その人は悪霊で苦しんでいるんです。多くの人は悪霊で苦しんでますから、悪霊が出ていくように祈ることは愛なんです。悪霊を追い出すことがとても大事です。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって悪霊を追い出しましょう。カエルさん、悪コメに負けず、神の愛を皆さんに伝えてくださいね。アメン、アメン。双葉さん、イエス様がストレスを取ってくれます。イエス様がストレスを取ってくれますよ。タイさん、イエス様を信じて苦しんでる人、悩んでる人に腫れ物に触れるように恐れていたものが、素直にその人に声をかけるようになりました。私ごときで
元気になってくれれば良いのですが、そうですね、多くの人は他人に無関心です。私たちは特に苦しんでる人、悩んでる人に無関心ではなく、理解する気持ち、何か助けることがないだろうかと、そういう気持ちが必要です。直人さん、イエス様が直人さんを助けてくれます。イエス様に期待してください。イエス様に求めてください。直人さんの苦しみがなくなります。こまちゃん、イエス様ならどうするかと考えるようになった。素晴らしい。それは、WWJD と言います。 WWJD ジーザスウズジ、What would Jesus do? What would Jesus do? WWJD イエス様ならどうするか、イエス様ならどうするか、それはとてもいい考え方です。ヒットさん、セミまでも応援してます。アメン。セミまでが応援してくれてます。ヤギさん、イエス様のおかげでタバコをやめてアイコスにしました。直人さん、周りの人、人間が悪魔、そういうことはありますよね。でも許しましょう。直人さん、周りの人を許しましょう。シャンさん、イエス様のおかげで兄弟姉妹も信仰に燃えたぎっているような気がします。アメン、アメン。リスナーの皆さん、この放送の中に信仰が燃えている人がたくさんいます。信仰に燃えている人がたくさんいます。皆さんも習ってですね、見習って同じように信仰に燃えましょう。信仰に燃えることがどれほど大事か、生ぬるければダメだと書いてあります。信仰に燃える、イエス様に燃える、それがいかに大事か、いかに私たちにとって大事かを知ってください。また体験してください。信仰に燃えるのです。信仰に燃えるのです。熱心になるのです。桃香さん、イエス様が人を愛することの大切さを教えてくださいました。人を愛せるように変えられました。愛することに熱心、隣人を愛することに熱心になりましょう。以前はそんなことは無関心で、そんなことを思うようなことはなかったと思います。それが罪の世界です。罪の世界とは何ですか？罪の世界というのは、隣人に無関心、それが罪の世界です。ですから、せっかく、助けることができるのに助けない、せっかく、助けるチャンスがあったのに助けない、それは、非常に良くないことです。世の中、弱肉強食でしょ。 弱肉強食、それは、世の中がよくありません。弱い者が苦しむ、弱い者が苦しむ、それはよくありません。イエス様の教えは弱肉強食ではありません。弱い者の味方ですね。弱い者の味方、それがイエス様の教えです。ですから、格差社会とか貧富の差というのは、この世のあり方ですけど、神様は、貧しい者の味方ですね。弱い者の味方であり、貧しい者の味方です。シャンさん、イエス様だけが私たちを罪から救ってくださいます。太郎さん、世界で苦しむ子供たちをそのままにする悪魔を許せません。そうですね、悪魔が子供たちを苦しめていると言えるでしょう。悪魔が子供たちを
苦しめています。ユウさん、イエス様が苦しんでいる私を救ってくださいました。私も人にイエス様に習って手を差し伸べたいです。アメン、アメン。太郎さん、そうですよ、悪魔が子供たちを苦しめています。悪魔を倒す具体的な方法、神の愛ですね、神の愛。シロさん、私たちは神の愛で生きるときに悪魔を倒すことができます。カリスさん、その通りです。日本には神を信じる者が少なすぎます。だから災害が起こり不景気になるのです。そうです。チャンさん、人間は罪から逃れられないのでイエス様が必要なんですよね。その通りです、その通り。神を悪魔をそのままにしているのはなぜですか。それはですね、クリスチャンが、神の愛で、悪魔と戦うためなんですね。ですから世の中が悪ければ悪いほどクリスチャンの出番なんです。世の中が悪ければ悪いほどクリスチャンの出番なんです。皆さんの出番なんです。皆さんが、正しいあり方、正しいあり方、皆さんは学んでます。大事なのは実行することですね、実行すること、実行することがとても大事なんです。はい、それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、今まで世界の人々のことに無関心だった、隣人に無関心だった、苦しんでいる人、悩んでいる人、人の重荷に無関心だった、悔い改めてこれからは隣人の重荷を考えるようになりたい、隣人の苦しみを考えるようになりたい。神の憐れみ、神の憐れみで隣人を愛していこうと思う。イエス様を信じて、イエス様を信じて、自分、自己中ではなく、そのように隣人を自分のように愛して いきたいと思う人、アメン、アメン。チャンさん、天国行きの切符をしっかりと握りしめて信仰を頑張ります。アメン、アメン、アメン。アメン。牧師は誰のために存在するのですか。イエス様のためですね。イエス様のためです。佐藤さん、私も天国に行きたい。佐藤さんも天国に行きましょう。佐藤さんも天国に行きましょう。天のお父様、感謝します。世界にはどんな人がいるでしょうか。あなたはご存知です。死のうとしている人、虐待されて苦しんでいる人、病気で苦しんでいる人、特に癌で苦しんでいる人、孤独で苦しんでいる人、そして飢えている人、たくさんの苦しんでいる人がいると思います。イエス様、彼らを慰めてください。
彼らを助けてください。苦しんでる人たちを助けてください。彼らには、取りなしの祈りが必要です。イエス様、あなたはご存知です。あなたは世界中の苦しんでる人たちを、あなたは憐れみを持っています。あなたは彼らを救いたいと願っています。しかしそれは私たちの祈りで、私たちの祈りであなたが働いてくださいます。イエス様、どうぞあなたの憐れみが彼らの上にありますように、あなたが慰めてくださいますように、あなたが励ましを与えてください。彼らに彼らの重荷がなくなりますように、彼らの苦しみがなくなりますように、彼らがイエス様を知って、彼らがイエス様を知って、その苦しみから解放されますように、その悩みから解放されますように、どんな状況でも、どんな状況でもイエス様がおられるならば守られます。彼らに必要なのはあなたです。彼らに必要なのは神の愛です。イエス様、彼らに現れてください。彼らに触れてください。イエス様、彼らを救ってください。世界中、日本中で苦しんでる人たち、悩んでる人たち、どうぞあなたご自身を表し、彼らがイエス様を知ることができますように、彼らが救われますように、イエスキリストを信じて救われますように、救われますように、救われますように、イエス様、彼らを憐れんでください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さんの中に苦しんでる人、悲しんでる人たくさんいると思います。しかしイエスキリストを信じて本当に変わります。本当に救われます。本当に重荷がなくなっていきます。体験してください、体験してください。リノさん、おはようございます。体験してください。ハンナさん、アーメン。ゴマちゃん、アーメン。それでは皆さん、今晩はないんですけど、明日の朝10時半、明日日曜日ですが、10時半、来てください。一緒に礼拝しましょう。一緒に礼拝しましょう。そして、皆さん、神の栄光が私たちを通して表されるように、一緒に礼拝して、世界の人たちを、取りなしましょう。取りなししましょう。日本が救われるように、取りなしをしましょう。それでは良い一日を、隣人を自分のように愛することができる一日、憐れみの一日、憐れみのある一日となってください。それではシャローム、シャローム。ありがとうございました。シャローム、ありがとうございました。シャローム、シャローム、シャローム。